自分が存在すら忘れているアカウントやオンラインストレージを見つけ出す良い方法はありますかありません <laughs>。また勝手に他社に利用または閲覧されるリスクはありますか多少あります。自分に関連したデータが永遠に知らぬ場所に保管されると思うと不安です。よろしくお願いいたします。えっとでも、新宿とかってあの監視カメラが新宿の中だけで1000個ぐらいあるんだっけ で、あれが全部録画されて、警視庁のハードディスクに埋まってるんですけど、ずっと保存されっぱなしなんですよね。で、その、なんか事件があった時に、じゃあそのハードディスクのデータを見ればいいじゃんって思いがちなんですけど、データ多すぎて探せないんですよ。 なのでよほどの重大事件の場合はそのいろんなカメラのデータを調べてあここに犯人がいるってやるんですけどひったくりとかレベルだとあのデータ多すぎて調べられないっていう状態でほっとかれらしいっすっていうあのしょうもない話もあるんですけどなのであの普通に生きてるだけでいろんなとこで録画されたりとか情報っていうのはもう出回っちゃってるので考えすぎたと思います。 もしそれが嫌だったらあのインターネットに繋がないが正解になっちゃうと思います。いやあのインターネットに繋いでる時点で、プロバイダーにアクセスログというのが残るので、あなたが見ているすべてのサイトは、プロバイダーの社員は調べようと思えば調べられます。なのでそのでそ 何時頃起きて、そのなんか X ビデオとか見て、なんか15分後とかに見るのやめたから、あ、こいつ早いなとか、なんか1時間とか見せたら、こいつ長ぇな、すげえな、みたいな。で、あの、URL もわかるので、どういう動画を見たかっていうのがわかるので、あ、ここで果てたんだ、みたいな。お前、趣味悪いなー、みたいなのもバレてます。はい。なので、あの、もしその自分がやったことを知られたくなかったら、インターネットにつながないが正解だと思います。